梅田の杉谷杉谷ダブルシュ、シュンスケです。おじみの不動産情報を皆さんにご紹介したいと思います。本日紹介してくださるのはこちらです。エナゼントスティーブさん。さあ、本日こちらはどういった場所でしょうか。はい、ビンタンク、はい、ビンホームセントラルパークランドマーク4 44階のワンベッドルームの部屋です。はあ、このエリア的には、はい、まあ、どんな感じでしょうか。飲食店とか。ビンホームセントラルパーク内には、はい、約1万個のお部屋がございまして、非常に人口の多いエリアになります。はあ、はい、全部でタワーは17棟ありますね。ランドマーク81という東南アジアで最も高いタワーの中にはビンコムセンターというショッピングモールが入ってます。ショッピングモール以外にも各タワーの地上階にコンビニだったり飲食店というものが入ってまして、敷地内は非常に便利なエリアになってます。もうホーチミン最新不動産情報見た方はね、知ってるようなもう最高の場所で、このお部屋はワンベッドルームで、はい、じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、シューズボックスからの収納、はい、これ色が統一されててすごいおしゃれですね。僕が好きそうなあのウッド調、よく言ってるウッド調のね、はい、ホーチミンではですね、結構靴箱が置かれてないお部屋ってよく見られるんですね、はいはい、ただこちらはかなり大きめの靴箱をご用意させていただいていて、うん、はい、こちらの方は縦のスペースがかなり長くなってますので、そうですね、はい、靴以外の、傘だったりの収納も可能になってます。いける。そしてキッチンも、はい、一人暮らしだったり、ね、カップルさんとかだったらもう十分な広さですよね、はい、3口コンロありますし、炊飯器、ケトルあって2つのシンク、はい、ありますから。電子レンジもね、はい、ここにスポット入るから邪魔にならない、めちゃくちゃいい。で、収納も十分でございます。冷蔵庫もでかいっす。しかもやっぱ黒でね、おしゃれなんだよな、なんか東芝さんジャパンクオリティでやっております。そしてリビングスペースの方、マジで家具が統一されてる。木のテーブルとかもおしゃれな感じですもん。こちらソファ測っていきますか。測りますか。はい、せーの、これで分かったでしょう、広さ。お友達が来た時には皆さんこちらでパーティーなんかやってみたい感じは。ソファもね、柔らかくて、はい、座り心地よかったです。柔らかめでクッション性もあり、もう心地よくテレビを見ることができます。最高ですね。柔らかいですね。はい、柔らかい。寝れるレベルだこれ。あれ、すぐこれまさか服装ガラスだから静かだと思ったんですよ。なんか全然聞こえないもんね。空調の音だったり聞こえますが、閉めると全然聞こえない。はい、ベランダ、こちらに洗濯機があるんですね。目の前には確かにマンションありますけど、左側にはすごい広がってますよ、景色。バルコニーに出れば綺麗な景色が見られますね。はい、え、ランドマーク81も見えるじゃん。最高じゃないですか。だってこの上から花火も上がるから、花火を下から眺められる、そんなことあります？日本で、日本でね、結構川沿いとかで上げるから、はい、真下にはなかなか行けないじゃないですか、はいはい、ここは真下から見れる。で、こちらバスルームです。綺麗ですね。ここ地区何年ぐらいですか？4年ぐらいですね。綺麗に保ってあります。これ、もしかして、はい、エコウォッシャーです。出た。こちら日本人のオーナーさんですので、はい、日本人向けにこういった簡易洗浄便座もつけてくれてます。あー、いや、日本人の気持ちが分かる方だから、やっぱり綺麗に保ってありますよ、全てが。そしてシャワールーム、ワンベッドルームのお部屋にしては広いと思います。これ結構奥行きがありますね。そう、ここの奥行きがあるからかなり、ほら、ほらほら、いける。全然届かないもん。結構やっぱり奥行きがすごいっす。そしてここもちゃんと段差があるので入ってこないと、水がトイレの方に来ないという。ベッドルーム、おお、明るいっすね。めっちゃ窓が広いから外の光浴びてめっちゃ明るいっす。そうですね、ベッドルームの方は窓がかなり大きいです、ね、うん、まあ電気こそついてますけど、かなり太陽の光浴びれますわ。そして白い収納、セキュリティボックスもあって、はい、奥行きもしっかりあります。上もありますし、あれ、エアコンがない。エアコンは天井に隠れてます。出た、埋め込み式だ。だから気づかなかったもん。ベッド広いっすね、はい、これはクイーンサイズぐらいですか、ね、クイーンサイズぐらいか、はい、あ、広い。でもまたあの黒をね基調とした家具で、かなり高級感がある、ラグジュアリーなお部屋になってますね。あ、床も色が変わってる。これもあれですか、ここのお部屋だけ、はい、それぞれのお部屋で結構こういった色合いをしているんですけれども、はい、このフローリングの色に合わせて家具の方も茶色にしたような内装になってます。オーナー
ナーさん、センスが感じられます。これはもう早く皆さん選ぶべき、この部屋ちょっと気に入りました僕。はい、こちらのベッドルームなんですけども、はい、結構ここの幅が広くないですか。ここのスペースがあるってことですね。そうですね、はい、ありますよね。向こうもありますもんね、はい、こっち側もベッドルームちょっと狭い時がたまにあって、はい、ベッドから収納までの距離が狭かったりとか、はい、ありますあります、はい、窓を開けるのにスペースが狭くて苦労したりとか、はい、あります。部屋の中にはあるんですけど、かなりゆとりを持って寝室での生活いただきます。家賃を当てたらタダで借りるコーナー。はい、このコーナー、僕が家賃を当てたらタダで1ヶ月間借りれるというコーナーとなっております。レタントンまでタクシーで10分ぐらい、はい、まあ、商業施設、コンビニ、病院、学校、かなりの施設が充実した場所。お部屋の広さどれぐらいですか。約50平米。50平米。いや悩む。でもそのコロナ禍っていうのもあってね、やっぱ家賃が安くなってる、それを考えて決めました。650。これぐらい減ってると。普段はねもうちょっと高いんですよ。正解お願いします。はい、正解は600ドルです。マジかよ。いやー惜しいっすね。いやマジで前回のコメントで僕やらせって書かれたら知ってたんですよ。マジでやらせじゃないから。600ドル。でも650はいい線いってましたね。いやもう来てんのよ。もう僕ホーチミンの不動産情報マジで入ってるんですよ頭に。600ドルか。はい、管理費込み600ドル。めっちゃ安いわ。これはすぐ決まるんじゃないですか。はい、周辺のお部屋に比べてもかなり安い値段で出していると思いますので、お引越しをご検討の方、まあ今のお部屋の更新が近づいている方などはぜひ前向きにご検討いただきたいと思います。そして他のお部屋もあるんですよね。はい、ではそちらもちょっとご覧ください。こちらのお部屋がツベトレム、はい、玄関から入ってすぐトイレがあるってなんか日本っぽいですね。浴槽もあります。いいっすね、はい、あと洗浄便座こちらの部屋もついてます。あ、本当。そしてダイニングテーブルがあって可愛らしい家具のセッティングのね、はい、され方というか、はい、めっちゃ眺めいいじゃないですかここは、はい、ここ何階ですか。41階です。41階で見渡せますね。このホーチミン市が発展している段階見れますわ。ちゃんと洗濯機もありますと、はい、リビングもソファー大きいのと、はい、シングルのタイプでもでかいっすね。でレザーですごいいい感じでございます。キッチンです。キッチン流し場がちょっと広めでオーブン付きのキッチンです。あ、本当だ。こちらのスモールベッドルームももう窓も大きくて明るい部屋ですね、はい、収納も広くてデスクワークもできるという、はい、いいですね。スモールベッドルームでもベッドも大きいですしね。かなりでかいですねこれ。クイーンぐらいありますね。そうですね。こちらあのテレビはご用意されてないんですけれども、はい、その分荷物だったりを簡易的に置くことができますね、はい、で奥側には椅子がございますので勉強だったりとかパソコンを使ったデスクワークというのができるようになってます、はい、マスターベッドルーム収納も大きいですよ、はい、かなり大きくて右側はバスルームですね。こちらがバスルーム、はい、はい、もう綺麗にしてあります。トイレ、シャワーと。こちらベッドルーム、マスターベッドルームにもこういったテーブルあったりするんですね。そうですね。こちらにも大きいベッドがありますし窓も大きいという。光も十分入ってきますし複層ガラスです。だから音がとっても静か。これ2ベッドルームで広さどれぐらいなんですか。はい、約80平米で金額が管理費込みで900ドル。もう言ってるやん。当てたら山のやつ。ついつい安い金額でお得感があるので言ってしまいました。でも900ドルめっちゃ安いですね。はい、2ベッドルーム900ドル、はい、ビオムエリア内でかなり格安だと思います。ですよね、はい、今見てる方最新の真の情報ですからすぐに下のエナゼッツさんのリンクの方行ってください。そして他にもエナゼッツさんはたくさんのコンドミニアムやサービスアパートメントをお持ちですので下のリンクからぜひご覧になって問い合わせしてみてください。はい、それでは以上ホーチミン最新不動産情報でした。また次回お会いしましょう。さようなら。